はい、白雪ですけれど。はい、どうかなさいました？ずいぶん慌ててますけど。お願いですか？何でしょう、一体。ことぶきさんのため？それでしたら協力しないわけにはいきませんね。でも、多分私じゃちょっとお役に立てそうもないような気が。それなんですけど。わかりました、こうしましょう。もうすぐ戻ってきますから、後でお家に来てください。いえ、なんでもありません。ちょっと言い間違いです。それより、ご都合はいかがです？じゃあ、そうですね。1時間後に来てください。お待ちしてます。それでは。はい、どちら様でしょうか？あ、はい、お待ちしてました。今行かせますから待っててください。挨拶はともかく、どうしたのですか、その足。ちょっと待った。それじゃあ、立ってるのも歩くのもつらいでしょ。今日はちょっとまずいから、どっか出かけようと思ってたんだけど。
何でもない。何でもありません。うん、じゃあ仕方がない。うちに上がってください。うん、その代わりちょっと打ち合わせしてくるから待っててくださいね。あ、何言ってるのかな、私。片付け、片付け。部屋が散らかってますから。お待たせしました。どうぞお入りください。そんなひどい怪我なんですか？でしょうか。そうそう、改めて見てもひどいなって。その ここが私のお部屋です。どうぞ。あ、恥ずかしいからあんまり見ないでください。しましたか？ありがとうございます。そうですか。あ、さっきのお話ですね。わかりませんから。
いえ、何でもありません。あ、それより私、お茶入れてきますね。ごめんなさいね、時間かかっちゃいまして。え、それってどういう意味？誰でもすること？もしかして何か思いっきり勘違いしてるとか？お話って一体…マジ？そのリアクション。いいえ、こっちの話、こっちの話。それより、続けてください。
それで私に頼みって？それはそうでしょうけど、どうして私に？パクニって、聞いたことある。響きの1の事情通って人でしょ？でも、どこで調べたんだろう。私が DDR 得意だったって。私的には全然 OK なんだけど、その前に聞いてみなくちゃな。両親に相談しなくちゃって、そういう意味。そんなに時間はかからないと思うけど、それより…私が DDR 得意だって聞いて、変に思わなかった？そういうの知って、思ってた人と違ったとか、イメージ狂っちゃうなとか思わないわけ？でも、例えば自分の好きな子がよ、全く別人としか思えない意外な一面とか持ってたら、幻滅したり、しらけたりしない？私をそういう風に感じたことない？それってすごいポイント高い考え方なんだけど、この場合ちょっと複雑。夏休みボケでしょうか。そんなことより、さっきの話ですけど、もう一つだけ聞いてもいいですか？
して、そんな怪我までしたのに、ことぶきさんを助けようってするんですか？そうですか。ええ、わかってます。返事なら決まりました。お断りです。だから、お断りって言ってるでしょ？さっきはさっき、気が変わったの。さ、とっとと帰って。そりゃあなたのようなデリカシーのない鈍感にはわからないでしょうね。とにかく、たった今から、私あなたが大嫌い！とにかく早く出てって！本人にも言っとくから、夢を描くのもほどほどにしとけって。その件なら、喜んでお引き受けします。ええ、他ならぬ、ことぶきさんとあなたのためですもの。だから。それでは早速明日から特訓ですね。さようなら。